今回の問題、 VTP とは何々プロトコルの略で、シスコ独自のプロトコル。スイッチ間で何々の情報を同期させることができる。 VTP では何々の情報が何々を使って伝わる。さあ皆さん、ハテナに当てはまる言葉わかりますでしょうか？少し考えてみてください。それでは答えの発表です。答えはこちらです。それでは今回は VTP について一緒に勉強頑張っていきましょう。お世話になっておりますマサルです。今回は VLAN の管理を楽にしてくれるプロトコル VTP について一緒に勉強していきます。 VTP は VLAN トランキングプロトコルの略です。 VTP を使えばそれぞれのスイッチで管理しているVLAN データベースの情報を同期してくれるので、管理者はスイッチに対して VLAN の設定をしたり VLAN を管理する手間が少なくなります。それでは始めていきましょう。これまで学習してきたように、 VLAN を使うと物理的なスイッチの中に論理的な仮想スイッチを作って通信の範囲を制限することができます。この論理的なスイッチ、つまり VLAN の情報は VLAN データベースで管理されています。とても便利なので VLAN をたくさん使うこともあります。スイッチ1台なら VLAN の管理もそんなに大変ではないかもしれませんが、管理するスイッチがたくさんあった場合、それぞれの VLAN を正しく管理するのはとても大変です。誤操作によって VLAN を作ったつもりが作れていなかったり、作った VLAN の名前が違っていたりすることも考えられます。 VLAN の情報をスイッチ間で同期できたら楽ですよね。例えばこのスイッチに VLAN10、 名前はセールスという VLAN を作ったら、その情報が勝手に他のスイッチと同期して、他のスイッチでも VLAN10、 名前がセールスという VLAN ができればとても楽です。 VLAN の作成以外にも VLAN を消せば他のスイッチでも VLAN が消えるような同期の仕組みがあればとても楽ですよね。そのような VLAN の同期をしてくれるのが今回勉強する VTP、 VLAN トランキングプロトコルです。VTP を使うとトランクリンクを使って VLAN データベースで管理している VLAN の情報を同期することができます。それでは早速 VTP を使ってみましょう。パケットトレーサーに移動します。それではパケットトレーサーを使って VTP の働きを見てみましょう。今回の構成ではスイッチを3台用意していて、それぞれのスイッチが VTP が使える状態にしています。なのでいずれかのスイッチで VLAN を作ればその情報が同期されて他のスイッチにも伝わるはずです。まずは現時点で VLAN の情報がどうなっているのか、小 VLAN ブリーフで内容を確認しておきましょう。まずはスイッチ0で小 VLAN ブリーフを実行します。デフォルトの VLAN しか存在していません。その他のスイッチの VLAN の確認は省略しますが、同じようにデフォルトの VLAN しか存在していない状態です。ではスイッチ0に VLAN10 を作って、その VLAN10 に名前を付けてみたいと思います。 VLAN10 を作ります。名前はセールス10にしておきましょう。スイッチ0に VLAN10、 名前がセールスで VLAN を作りました。すでに VTP が使える状態なので、スイッチ1、スイッチ2にも同じように VLAN10 ができているはずです。確認してみましょう。スイッチ1の小 VLAN ブリーフの実行結果です。VLAN10 で名前がセールス10できてますね。スイッチ2の小 VLAN ブリーフの実行結果です。同じように VLAN10 がしっかりできてますね。このように VTP を使えば他のスイッチに同期されるので VLAN の管理がとても楽になります。もちろん作成した時だけではなくて削除した内容も同期されます。試しに VLAN10 を削除してみようと思います。削除される流れはシミュレーションモードを起動して VTP の通信の流れも見ながらやってみたいと思います。シミュレーションモードを起動してフィルターを VTP だけにしてください。シミュレーションモードを起動してフィルターが VTP だけになっていることを確認して VLAN10 を削除してみたいと思います。スイッチ0から VLAN10 を削除します。 VLAN10 を削除しました。すると VTP の通信が生まれていることが確認できますね。データを進めていくと、スイッチ0からスイッチ1にわたって VLAN10 が削除されましたよといった情報をそれぞれのスイッチに渡していますね。 VTP の情報のやり取りが何度か続いているようです。 VTP の情報のやり取りが終わったようなので、小 VLAN ブリーフで VLAN の状況を確認してみたいと思います。リアルタイムモードに戻します。
VLAN10 を直接削除したスイッチゼロにはもちろん VLAN10 は存在していません。 VTP を使って VLAN 削除まで同期できたのか他のスイッチの状況を見てみましょう。スイッチ1の小 VLAN ブリーフの実行結果がこちらです。 VLAN10 が消えています。先ほどまでは VLAN10 があったんですが、今実行した小 VLAN ブリーフの結果として VLAN10 が消えていますね。スイッチ2でも同じように小 VLAN ブリーフを実行して VLAN10 が消えていることを確認しました。このように VLAN の作成や VLAN の削除、そのような VLAN の管理情報を同期してくれるのが VTP の役割です。 VTP はトランクリンクを使って通信するので、そこもしっかり覚えておきましょう。それでは今回はパケットトレーサーを使って VTP を一緒にやってもらいました。実習は以上です。お疲れ様でした。はい、実習お疲れ様でした。 VTP の働きを見てもらいました。 VTP にはいくつか注意点がありますので、ここで注意点をお伝えします。まず VTP はシスコ独自のプロトコルです。シスコ機器同士じゃないと使えないので、ここは注意が必要です。そしてバージョンによって拡張 VLAN が同期できないといった注意点があります。デフォルトの VTP のバージョンはバージョン2になっています。バージョン2の場合は標準 VLAN しか同期することができません。拡張 VLAN といわれる1006以降の VLAN に関しては同期することができませんので注意が必要です。その他の注意点として、同期させたくないスイッチと VLAN の情報を同期してしまうということがあります。ここはドメインを使ったりモードを使って制御することができるので、ここは次回お話しします。あとはどのスイッチの VLAN が最新かわからなくなるといった注意点もあるんですが、ここはリビジョンで管理することができます。これも次回お伝えします。今回の学習内容の注意点としては、シスコ独自のプロトコルなのでシスコ機器同士しか使えませんよというところと、バージョンによっては拡張 VLAN は同期することができないというところはしっかり覚えておきましょう。それでは最後に冒頭の問題の答え合わせをしていきます。それでは答え合わせです。 VTP とは VLAN トランキングプロトコルの略で、シスコ独自のプロトコルです。スイッチ間で VLAN の情報を同期させることができます。 VTP では VLAN の情報がトランクリンクを使って伝わります。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。